初着任されてから、今日まで非常にお忙しくされていたかと思うんですけども、今お気持ちいかがでしょうか。率直なお気持ちを聞かせてください。はい、やっぱり重責を感じています。馬場前町長が残された町残しをこの4年間にしっかりと方向付けを決めて実現を図るべく頑張ってみたい、そんな思いであります。一番最初の着任後のお仕事が8月11日、12日に行われた浪江夏祭りと、はい、それからサマーフェスティバルだったんですけれども、はい、昨年を大きく上回る来場者がありまして非常に盛り上がったんですけれども、参加されてご感想いかがでしたか。はい、非常に大勢の方が、参加されて嬉しかったんですね。で特にこういったイベントを通じて町民の交流が図られる、そういうことがこれからますます必要になってくるんだろうと考えています。そうでなければ浪江町が皆さんにとって、遠い存在になってしまう、そういったことを考えるとさまざまなイベントを通じて町民の交流を図っていずれ帰りたい、あるいは帰る、そういった方々を増やしていきたいなと思っています。町民がね、集まれるっていうことがこれから町民の絆を、切らさない、そういった意味で非常に大事なものだと思います。これからもさまざまなイベントを通じて町民の交流を図っていきたいと考えております。さまざまな施策が必要ですが、今浪江町では4カ所の工業団地の準備をしています。一部フォアルエナジーの、会社が創業を開始しましたので、あと福島イノベーションコストコストの、中で、東北電力の原子力発電所予定地を無償で、譲り受けましたので、そこに、世界最大の水素の発生装置工場ができます。新しい、産業でありますので、そういった夢のある産業をしっかりと育てていただいて、これからの新しい町に生かしてまいりたいなと思います。それから当然ながらインフラの整備、これがなければ、帰ってこれない状況でありますので、それをしっかりと急ぎたい。また県の事業で震災以降、あるいはその記念公園ができます。そういったものを含めて、日本に世界に発信をできる、そういう形ができればありがたいなと思っています。私どもは何百年も続いた浪江町という財産を引き継いできました。その財産をこれからの子どもたち孫たちにしっかりとつないでいける町を作って、彼らに浪江町はいいよなと思ってもらえるような町を作っていきたい。そのためにはやっぱりみんなで夢を持って頑張る、そういうことだと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、OK です。今週は北中谷寺遺跡の発掘調査の様子を、一般の方でも見学できるということで、そのお知らせをしていきたいと思います。担当の教育委員会事務局障害学習係の吉岡恭平さんです。よろしくお願いします。吉岡恭平です。よろしくお願いいたします。なんかもう見るからに発掘調査されてるような印象なんですが、もともと専門がそういう分野なんですか。はい、考古学を勉強してきたので。そうなんですね。はい、そういう素晴らしいです。はい、というわけで、具体的にこの、発掘調査の現場を見れる説明会というのをちょっとご紹介していきたいと思います。どんなものが見つかっているのか、今日は少しお持ちいただいているので、はい、お願いします。はい、それじゃあまず出土したものをちょっとご紹介いたしますね。はい、で今村の跡ということ、集落の跡が見つかっているということに言ったんですけども、そこで出てきているものとして、はい、例えばこれはですね、その1600年前ぐらいのですね、
竪穴住居から出てきた、はい、小型の壺のようなものですけれども、そういうものがまず出てきております。小さい杯みたいですけど。そうですね、壺なんですね。はい、壺のようなもので、はい、それでこういうものが出ている。これまだ洗ってなくて、あの土がついたままの、今日はちょっと持ってきました。でこういうものが出ていたり、それからあとはこれはちょっと時代が新しくなるんですけれども、はい、これはだいたい1300年ぐらい前のやはり竪穴住居から出てきている、まあ、鉢ですね。鉢のものです。でこれはまあ実際、まあ、食器みたいなものだと思っていただければと思います。でこれもあの土がねまだくっついたまんまなんですが、こういうものが説明会に来ていただければご覧になっていただけるということになります。これはこのままこ残っていたんですよね。そうですね、これはそのままそっくり残っていたので、すごいですよね、はい、綺麗な形のまま、はい、では、ちょっと具体的にこの、北中谷寺遺跡の発掘調査の、現場を見ることができる見学会なんですが、発掘現場足元が悪いところもあるので、あのどういった服装で行けば良いでしょうか。あ、そうですね、はい、動きやすい服装で、特に足元ですので、あの運動靴とかスニーカーとかそういうもので着ていただければと思います。わかりました、はい、で多少の雨でもやろうと思ってますし、はい、あの雨でもあの室内でいろいろと出土遺物とかも見るようなことを考えておりますので、はい、ぜひ来ていただければと思います。はい、わかりました、はい、お車でお越しいただいても大丈夫ですね。はい、駐車場のご用意しております。はい、わかりました。場所なんですが、ベーリンガーインゲルハイム製薬の旧 SS 製薬の福島工場の近く。はい、そうです、ってことですかね。旧 SS 製薬の、はい、工場の北側っていういうことで、あの、はい、お分かりいただけるかなと思いますので。わかりました。はい、はい、了解しました。開催日が、9月の8日土曜日、1時から3時まで、はい、多少の雨ではやるということで、はいはい、そういう予定でおります。分かりました。1時からあの全体説明開始しますけれども、あの時間2時間の間で多少遅れてきていただいても、うん、ご覧いただけるように考えております。分かりました。9月の第2土曜日ということで、あのマルシェの日でもあるので、ぜひあのご家族で町内にいらっしゃった方とか、ぜひあの一緒にこの見学会の方にも参加していただけるといいかなと思います。はい、というわけで最後に何かありますか。はい、はい、ふるさとの歴史にあの直に触れる場だと思いますので、ぜひいらしていただければと思います。はい、ぜひ、はい、興味がある方もない方もお集まりください。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。